桃田選手のヘアピンとスマッシュを取れるようにしたい。ラリーを10回以上続けられるようになって、友達と長く続けられて楽しめるようになりたいです。すごいでしょ。飯島健人君、谷口優斗君、こんにちは、本田健人です。ツイッターでのご応募ありがとうございました。僕も今日すごく楽しみにしていました。置いてあるリュックサックを開けてみてください。今日はそのウェアを着て一緒に楽しみましょう。そしてそれは僕からのプレゼントです。コートでまた会いましょう。でっかっ、わでっかでっかいく、せーのだよ、せーの、わー、ラケットだ、ラケットだ、しかもなんか入ってるし、しかもなんかここ触ってみて、なんでもこうしてもちもちしてそこに注目するなんかもちもちしてる、あ、なんかうわー、かっこいい、うわー、あれ、いや、めっちゃ緊張してると思うんで、お互い、まあ、羽打ったりバドミントンの話したりして楽しく、なんだろうな、もっともっとバドミントンが好きになってもらえるようにできたらいいかなと思います。いきなり緊張するやん。谷口優斗です。谷口優斗です。谷口優斗、飯島健人です。桃田健人です。バドミントンは始めてどのぐらいなの？あ、やってない。あ、今度やってる、これから、あの学校とかでよくやったりするぐらい。結構やってんね。何年生？5年生。やろうか、バドミントン。なんかしたいことあるか、見たいこととか、なんかスマッシュ見てみたい、桃田さんの。あー、スマッシュか、スマッシュ見てみたい、払うとくて。いや、うわやばい。ギュッてなっちゃったら、ラケット触れなくなっちゃうから、こう当ててなくなっちゃうから、はい、俺も球場に使う。いいよ。がこう飛んできている、後ろからこう出ちゃってるから打つし、打ったらここでラケット準備してそのまま打って、そのままシャトル飛んでくるじゃん、うん、飛んでくる、シャトル下に早く入るんだよ、下に早く、うん、力入っちゃってる、肩上がっちゃってる、リラックスリラックス、フィーヤ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 、やったー。こ
自分の好きなとこに置いて、その2つをこっちにやってたら俺がサイン書いたシャトルプレゼントで、こっちに当てたら俺のラケットあげるよ。あとで色紙にサイン書いてもらうことでできますか？よっしゃ。じゃあ、じゃあ、じゃあ